じゃあ今度はですね、2ベッドルーム75平米のお部屋をご紹介します。入り口入って向こう側にリビングダイニングキッチンがあるんですね。手前に2ベッドルームなんで、そのうちの1つサブベッド、はい、まあ、あのちっちゃなベッドですね、ちっちゃなベッドルームベッドを置いてます、はい、窓があって収納がこれ2つあるということになりますね。はい、こことでメインベッド、ベッドルームに行く前に、はい、水回りが来ますね。水回りはここだけで、この奥に、はい、ドーンとリビングダイニングキッチンが広がると、こんな間取りで、この横にメインベッドルームが来るとということです。はい、部屋の形まず見てください。入り口開けた瞬間にドカーンと見えるっていうのじゃなくて、ちょっと廊下があるっていうね、そういう間取り、75平米です、はい、まあこれもね、家賃的には単身の方がたくさん住むんだろう、もしくはご夫婦連れなんかがねお住まいになるんだろうなと思います。はい、ちょっとしたバルコニーがあって、で湖ね、ノッカインコが見えてます。はい、向こうに見えてる通りはウェンチンタイン通りっていうことですよね。一緒です。はい、じゃあ細かく見ていきましょうかね。まず入り口付近からいきますか。入り口付近、はい、ワンフロアに2つというのは一緒、エレベーター降りて2つあるんですよね。右側は1ベッド、左側は2ベッドですね。今2ベッドをご紹介しています。玄関の扉はカードキーですよね、うん、あって、でこれを開けるとここに収納シューズボックスがついているということですよね、うん、でまあさっき見ましたけど、1ベッドルームですね、シングルベッドですよね。で収納がたっぷりあるんで、これが2ベッドの場合は2つ来るということですね、はい、ここは何でしょうかね。そんなガンガン使うもんじゃない、ひょっとしたらゴルフとかゴルフ用品とか収納部屋になるかもしれませんがね、荷物の多い方、本たくさん持ってくる方なんかはもうこの部屋はもう、ヤード代わりに使うという感じかもしれませんね、うん、若干1ベッドよりも家賃は上がります。はい、ウォシュレットが標準装備、80リットルのお湯タンクがついているバスタブ、はい、湿気を飛ばす窓もつきます。シャワーカーテンは今ついてませんけども、これからつけます。はいですね、で洗面とお手洗い、はい、こういうのがきますね。ドン付きに、まあ、一応置いてるだけ、なんかちょっと古いなという気はしますけど、 LG の洗濯機がありますけど、まあ、これは乾燥機能はついてないですね。交渉ですよね、乾燥機能を強つけてくれか、もしくは、ハウスキーパーさんが週3回、はい、掃除も洗濯もやってくれるんで、まあ、キーパーさん任せで、ここで洗って乾燥機は上か下にあるので、それを共用のものを使って持ってくるということになるのかなと思います、はい、で一口のキッチンシンクで、二口の IH のクッキングヒーターで、食器乾燥機、洗浄機じゃありません、乾燥機、食器入れですよね。お鍋大中小、フライパン、はい、ライスクッカー、まあ、あとは、まな板とか包丁とかチョップスティックとか全部、はい、あの一通りのものはお皿も含めてつきます、はい、冷蔵庫が来るということですよね。室内に洗濯機を配備しているということでは一緒ですね、1ベッドも2ベッドも一緒です。でここがリビングダイニングキッチンですね、はい、でこの横にベッドルーム、ベッドルームがこう広いんですよね、はい、ゆったりとね周りを切ってる、うん、余裕がありますよね。75平米ともなればこんだけのスペースが、はい、生まれますということですね。で、もう一つクローゼットがつきますということですね、はい、でベッドルームにも、リビングにもサッシが来ますよと。向こうに見えている景色はトゥーレコ、ここは7階ですね、7階です、はい、まあ、上の方から多分決まっていくんだろうなという気はしますけど、はい、どうでしょうかね。ここ、まあ、ソファーの位置はここでいいと思うんですよね。座ってこんな感じ、うん、でこちら見るとバルコニーですよね、はい、で反対側がこれ守衛さんですけど、はい、キッチン、ダイニングテーブルっていうような、はい、あの配置ですよね、うん、まあ、細かいね、あの家賃とかはまあ概要欄を見てください。1ベッドルームと2ベッドルームですね。50平米の1ベッドと75平米の2ベッドルームがあります。でこういう守衛さんが常駐でいてくれるので、何かあればね、はい、あの対応はしてくれます。
はい、言葉は通じないんで基本弊社にお問い合わせをしてください。はい、どうですかね。まあ、広く、まあ、荷物が多い場合はやっぱこちらが使えるので、これただ低層階だったら1000ドル切るかもしれませんけど、上の方に上がってくると1000ドルはしっかりと超えてくるというような値段設定ですね。はい、詳しくは概要欄を見てください。はい、もうすぐですね、あと1ヶ月以内ぐらいで完成する勢いで今進めてます。はい、何遍も言いますけど、ここはソングループのサービスアパート、その孫さんがここに住んでる。はい、1階部分もね、はい、バイクを置いたり自転車を置いたりするスペースはちゃんとあります。はい、セキュリティはしっかりとしてて、周平さんが常に入り口のシャッターですねの開閉をやってくれて、はい、変な人が入ってこないように監視はするというようなサービスアパートですね。はい、いかがでしょうか。今現在部屋は空いているので選びたい放題の状況です。はい、以上レポート終わります。